うちわじゃんみたいな話とかってあるじゃないですか、うん、なんかそんな風に見られてんじゃないかなと思ったらすっげえ嫌なんですよね、うん、なんかそうね。はい、ムーランです。今月は特徴のあるメガネですぐ誰だか分かっちゃう方もいらっしゃるかと思いますけれども、さあ誰だ。はい、それだけで、お名前、あ、はい、西口洋平です。ニックネームは、グッチです。はい。誰が言ってるのか分かりませんけど、グッチです。グッチ。はい。あ、じゃあ この中ではどう呼びしましょうか。グッチがいいですか、西口さんがいいですか。グッチでいきましょう。あ、グッチで。はい。よし。グッチ。じゃあグッチでーす。来ましたよ今日は。今考えたやつです。あれ？今考えたこの。そうさっきあのね、あのメガネって言われたんで、そのメガネこう。メガネグッチです。メガネを。なるほどね。今日はこれについていくの、ね、私、はい、大変ですけど頑張ります。メガネグッチです。メガネグッチ、はい。メガネグッチはですね、うん、それじゃ あのまず、はい、こんなね元気なんですけど、うん、ガンの種類は何でしたっけ？ガンの種類は、はい、胆管ガンです。まあ、こんなテンションじゃないのかもしれませんけど、いいえ、この肝臓から出ている、胆管という胆汁をね、流すこう管があるんですけど、うん、そこのがんですね。はあ、それってごめん何にも知らなくて、どのくらいの長さなの？怖いね。そんな長くないと思います。そうだもんね。はい、ああそうなんです。茶色い液体がこう消化液ですね。そうですよね。流れる管ですね。管にがんができる。はい、はあ、なるほどね。まあのがんはね、細胞になるとかどこでもできるわけですから、うん、まあ、それがへーっていうことはないんですけれども、うん、なるほど。はい、それでまず今回はがんになったからあなたに会えたのコーナーですということなんですけど、うん、はい、会えたはですね、私が実は一方的でして、3月に医科歯科大学で初めてのリレーフォーライフがあったんですよね、うん、でその時にですね、翌日が私のの字体操っていうのを、私乳がんの啓発のあれやってるんですけども、ののじの歌体操、それが、やる日で、その時に医科歯科 の M&D タワーの講堂を中で雨が降ったので、皆さんでこうサバイバーウォークしてたんですよ。ぐる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 中回って、それでちょうど私がこう中入ってきたら、なんかお話が、このメガネの人があっちでお話ししてるのがふっと耳に入ったら、あれ何なんか聞きたいと思って、もうすぐ歩くのやめて、すごい座りまして、しっかりとそこで見せていただいたのが勝手のきっかけなんですけど、うんうん、そうですよ。で、まあその時に伺ったらね、大変そうなのにすごいニコニコなさっていて、おお、なんかお仲間かもみたいな感じもしましたし、それでよしと思って声をおかけしたら、もうすぐね OK って言ってくださったので、今月実現してるんです。いや、本当そうですよね。もう、まあ、言われたら断らないのでありがたいですということで、すぐなるほど、はい、でも本当にがんになったからあなたに会えたんですよ、これ。そうですよ、お話ししてなければだし、うん、私ががんじゃなければそこ歩いていませんし、うん、そうですよね、ことですよね。それでね、西口さん、グッチさん、はい、グッチさんね、ちょっとここにあるんですけど、実はすごいタイムリーでこういう本があるんですけど、ここにねグッチさん登場してるんですね。はい、ということで、このまあ細かい中身についてはちょっと第4週でもこのいろんなことをお話し、リライフ人生のこと伺っているので伺おうと思うんですけれども、はい、あとこれに出られるのに、今患者会もなさってるんですよね。はい、まあ、患者会というかなんでしょうね、うん、まあ、患者会なんですけど、うん、今ここにも来てるんですけど、この、うん、ああ本当だ、キャンサーペアレンズっていうですね、要はその患者さんのための、うん、コミュニティサイト、うん、
を今運営していて、はい、で今そこに今ちょうど、900人の方が、ご登録をいただいていてですね、900、はい、ですごい、まあ、全国ですね。そうよね。でいろんなそのがんの種類の人がいて、いろんなステージの人たちがいて、いろんな人たちが当然いるんですけど、共通点は皆さんお子さんがいるということを共通にして、うんうんねうん、まあ、比較的年齢的には若い人たちを中心にした、ね、まあ、ネットなんで、スマホとかで、まあ、若い人たちが中心になって集まっていただいて、そういうコミュニティですね。コミュニティか、はい、いや、全ての角度から私を見せていただいて、なかなかこれは新しいスタイルだなと思いました。で、まあ、そんなこともありますし、うん、がんになられたわけですけど、そのなる前はどういうことなさってたの、うん、はい、僕は、今37歳なんですね。若ー、はい、多分がんの中で言うと若いかもしれませんけど、はい、まあ、一般的に言うとまあまあ中年の男性なわけですよ。で、僕ががんになったのは35歳の時なんですね。今丸2年だったんですけど、35歳 で35歳までの人生、もう何でしょうね、まあ、言葉ちょっと悪くて誤解を恐れずに言うと、はい、社畜でした社畜グッチみたいな、そんな感じだったんです、ね、はい、そうなんですか、まあ、いわゆるその何でしょうね、こうブラック企業みたいな、ブラック企業じゃないかもしれませんけど、うんうんうん、本当にその、家庭を顧みず、ね、朝から晩まで働いて、週末もなんか仕事のことが頭から離れず、ね、家事は奥さんに任せっきりとかですね、で子育てに参加せずとか、そういうこう、いわゆるなんでしょうね、もう今そういう、ね、そういう話もあって、はい、みんな、うん、もしか聞いてらっしゃる方がいらしたらドキッてしてる、そうです、ね、方たちも多いかなっていう感じですよ、うん、だから本当にその、イクメンみたいな言葉が、ね、流行り始めた、そうか、多分30代の時には入り始めたんですね。あ、そうですね。ね、男性が子育てに参加することはかっこいいみたいな、そういうとか、なるほど、なんか育休をね、男性がどう、うんうん、そうね、そういう、こう、雰囲気でしたけど、もうみんな会社の中で、できるわけねえじゃんみたいな。だからだよね、まあ、そういう、こう、はいはい、ね、中で僕もそれはできないよねみたいな感じの、ね、その立場でずっと働いてきたんで、うん、もう本当に そういう人生でした。社会人になってからですね。まあ分かりますけどね、お仕事忙しいのやってるとね、うん、なんで、社会人はそういう、まあ、22歳から35歳までは本当にそういう時間の使い方でしたね。なんで、22歳その学生とか子供の頃はですね、うん、僕は大阪の出身で、うん、社会人になってから東京に出てきたんですけど、うんうん、ずっと大阪に行って、で子供の頃はずっとサッカーをしてたんですね。そうなんですか。小学生の時からサッカーを始めて、うん、で始めてすぐに J リーグが開幕するんですよ。あ、すごいですね、いろいろと J リーグ、はい、J リーグ、もうみんなで盛り上がって、うん、でこれからもサッカー盛り上がるから、うん、当時まだ野球が全盛だったわけですよ。あ、そっか、野球が全盛で、うん、野球部の方がモテてたんですね。そうね、かっこいいみたいな、野球部の方が、うん、坊主にしてなんかね、ビリチクでみたいな感じでかっこいいと、うん、でサッカーはなんかこうね、シャツ出して、うん、なんかズボンもなんかちょっと、ね、腰ばけにしてなんかちょっとこうチャラいみたいな、うんうん、でも J リーグ開幕して、うん、これ俺たちの時代来るぞと、おモテるぞとおいうことで、もうサッカー始めて、みんなで同期が不純だって、同期が不純です、うん、で当然まあ、うまい、その運動神経いい子はみんな野球するんですよ。だから用意どんで始めた時にどっちが勝ちやすいかって考えたらサッカーだったんですよね。なるほどね。ここで野球やったらもう絶対運動神経いいやつにレギュラー奪われてしまう。あ、そうか。だったらここでサッカーやって先にやってたらレギュラーになれるみたいな、そういう打算的なところもあったんですね。でそこからサッカー始めて、結局その大学を卒業するまでずっとサッカーを、へえ、すごいじゃん、モテた。小中高大、モテなかったですね。あれ？残念ながらの話ですけど、グッチです。モテなかった。なんでもそう。そうです。全然モテなくてですね。ありゃ、そうだったんですか。なんか結局やっぱサッカーが好きになっちゃったんですね。
サッカーが好きになっちゃって、で小中ってやって、高校の時には全然うまくなかったんですけど、なんかこうキャラ的にお前なんかキャプテン向いてるなみたいな話になって、でキャプテンやれって言って、で試合出るか出ないかみたいなそういう立ち位置だったんですよ僕は。ただキャプテンやれって言われて、大学に入っても、まあ小さい大学だったんで、部員の数が本当にもう、30人とかぐらいの部員数だったんですね。1年生か4年生まで合わせて、でまたキャプテンやれって言われて、なるほどね。だからもうそういうなんか立ち位置なんですよね、なんか立ち位置でもそれやれって言われたら断れないって多分思われてたりとか、なんかその役割任せたら、なんか責任持ってやってくれそうな、そうそっちじゃん、なんかそういう感じなんですよね、でもそれってすごいじゃん、それって人生生きてる中にそうみんながそうなわけだから、まあ、そうですよね。そこがほらキャンサーペアレンツの代表でいらっしゃるし、まあまあ、そういうことあるのかもしれないですけどね。ということで1回目グッチですって決めていきます。あ、それ言われたらやりにくいですよね。あ、言われずになんかじゃあ最後締めてくださいって言われたら、ね、ごめんグッチですとか言えたかもしれない、はい、グッチです、こういう感じですね。